明日で休め。そうね。さあ、目的地に着いたわよ。そういえば、この扉の先には何があるんだ？私に聞かないでよ。開けてみればいいじゃない。アルフェ、よかったな。ああ、俺も負けてられない。私はボロニアの方が好きなんだから。使えそうな装備ね。目的地に着いたわよ。困っている人がいるみたい。よし、あら、うん、またかよ。あ、ちょっと、うん、任せろ。よろしい。ビスキントの修練場。おい、ゆるかりの切れじゃねえか。どういうこと？これが自殺隊なの？迷ってる場合じゃなさそうだ。こいつ強いぞ。やれるぜ。ロックブレイクくだっ。任せたな。どうだった？燃えろ。逃げるぞ。
かなりやられちまったな。風に乗ってひとっ飛び。素晴らしい。いくら見ても飽きないな。ティオハリム、付き合ってくれるか。飲むか。君から酒の誘いとは珍しいな。いただこう。静かな夜だ。ああ、ズーグルの気配もない。音楽ってのはこんな時に奏でるものなのか。おお、音楽に興味が湧いたかね。興味ってほどじゃない。ただ世の中、剣を振り回す以外にもいろいろあるみたいだからな。ダナのそれは我々レナが根こそぎにしてしまった。それについては申し訳ないと思っている。300年分の行いをあんた一人に負わせる気はない。ただの受け売りだな。痛み入る。
この戦いの先にいつか剣を振り回す以外のことで身を立てられる世の中が来ると信じたいものだ。そういえば戦いが終わった後のことはあまり考えたことなかったな。剣を振り回すことくらいしか満足にできることがないっていうのに。ならそろそろそれ以外のことを考え始めて良い時期ということかもしれん。戦い以外、あんたには音楽やガラク、いや古いもの集めやらいろいろあるよな。君にもあるだろう。武器に妙に執着したり、レナの機械に目を輝かせたりしてなかったかね。あれは使い勝手に興味があるだけで、技術のことはさっぱりだ。興味があるなら学ぶこともできるだろう。人々の生活を支える技術は常に重宝される。俺が勉強するのか。確かにちょっと惹かれるものはあるが。例えばの話だ。当たり前にしていることでも活かせることは意外とあるということの。なるほどな。そうだ、俺の好物を活かして辛い料理専門の店なんてどうだ。悪くない。客は限られそうだが。なんだか俺の相談に付き合ってもらう形になってしまったな。何ほどでもない。君たちがビスキンと訪れなければ今の私はなかった。君たちには返しても返しきれない借りがアルフェン。今日のところはお開きか。行くか。やっと着いた。あいつ仕留められるか。いや、あるなら援護は任せて。釣り場をかます不届き者だな。魚たちの恨み受けなさい。もし撃ち抜いてやろうか。風になれ。やらせない。どういうの。毒の術は私が奪うよ。私がエルに行ってるぜ。もう調子ね。行った。こっちの番だ。やっとバラバラにしてやる。ちっちゃいのがどんどん降ってくる。まとめて蹴散らしてあげるわ。今助ける。燃えろ。
掛けてくるぞ。気をつけて。いないから。やらせるか。やるぞ。次。ダダダ。やれるぜ。
ちょべちょだわ。風呂と洗濯の支度を急ごう。水中に何かいるぞ。
こたびも刺激的な旅であった。今の子はどうだ、アルフェ。鍛えているようには。筋肉のことじゃねえ。やったな。よしよし、やったやれやれ。こたびは情勢人の底力を見たな。ああ、肝に銘じ。明日もよろしくな。食後のヒール、万全を期して損はあるまい。
手になろう。空の奴にも気をつけろ。勝利だった。エンジェル流星陣叩き潰す。下げろ。はい、グランド次次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 次私に任せて。下げろ。魔人剣ソーラー。今だよ。こっち。ハンマー。地の精霊陣。こっちの番だ。くらえ。ロックブレイク。下げろ。地の精霊陣。逃げるぞ。ストライク。魔人剣氷の槍よ。上手にかけるがいい。フリーズランカー。こっち来い。絡めとる。今だよ。精霊力全開。いっけー、ちりものことないわ。当然流星陣アンタンスやデモンスター下げろ。闇に続きなさい。ロックブレイク私から落とせば魔人剣ポーラー。この時はまた上陸。海外にいるモンスト今だよ。精霊力全開。いっけー。でいけそうだ。ぶち抜いてやろうか。また出てきたよ。こいつは少々手こずれそうだ。どうだ、私の方が必要か。どういうだ。マジナル人を下げろ。攻撃だよ。全然捉えて。うっしゃい。私に任せて。心の調べを奏でよう。どうだ。どういうだ。操がいい。乱れなく出かけ。氷の槍よ。フリーズランカー抜けていくよ。水を流すよ。すべて受け止めてやろう。スルボコリこのリジンとなる。カタッツェブヒール全力でいけそうだ。よく今さら別にそこまでだ。流星陣マジンヘルメットを羽織る。来週ラビリール切り開く。はぁ支援賞かぁい。ドクラッチ様のここで決めてやる。どういうの火の精霊術よ。決めて！精霊力！叩き込む！
やったか。完璧だね。炎よ巻き込め。これよロックドプラス当たれ。手を押すんず立たせ。
魔人天ソーラこれでいける魔人天ソーラやったな。うん、精霊力も散っていってる、はあ、肝が冷えたぜ。うん、大丈夫。私はダナにもレナにもなれなく、そりゃそんなこと言ったら俺は顔も記憶も痛みもなかった。おまけに大昔の生まれと来てる。私も茨があるし、ティオハリキサラは大真面目にダナとレナが一緒に暮らすことを考えてる。俺なんて敵の下っ端やってたんだぜ。みんな、あとそれは言わなくていい。あら、でもアルフェン、あなたも夜歯ぎしりがひどい時があるわよ。余計なお世話。そんなこと言ったらシオンだって。私が何？おいおい、なんでバク…ローが変なこと言うからだろう。ありがとう。みんでもうちにこそう思うのだから、彼女にとって魔法使いであることは負い目であり続けるのか。ダナじゃリンウェル以外にはいないだろうからな。隠しておく方が楽ではあるんだろうけど、それじゃああいつが救われねえもんな。うん、さあ、目的地に着いたわよ。くそ。うん、おい、なんだ。うん、この待ちたまえ。な、ほう、え、おう、じゃない私を。だからこんなに助けられちゃって。なんかすっきりした顔してんな。うん、この先違う生き方ができる気がするんだ。あ、そりゃよかった。でもなんでまた。もうローも早くデュオハリムみたいになってよね。ええ、
やっと着いた。どんな触り心地。シオン、少しいいか。朝食は期待してるわよ。ちゃんと寝。濡れた？困っている人がいるみたい。よし。話を。我々を何だと思っているのでしょう。全てが研究の対象でしかないのだ。あのズーグル、じゃ、たまね。こっちはいつでも行けるぜ。問題なさそうな相手。出さない。俺に任せてくれ。任せたまえ。出てくるなんて。やっと
みの光を。火の中の炎が盤石の体勢で挑む。どういうと、やっと流星陣、踏ん張れ。この変化の力を受けた。すごい、どういうと、こういう動きを封じてやろう。絡めとる。次、魔人天使の裏ぶち抜いてやろう。地べたを這うがいい。のたき屋根、すごくいい。やれるぞ。ジェネシック、私の精霊術を進化し大成せよ。ここやめよ。ジェネシック、この前この炎が流星陣、この空間に戻る人の攻撃を引き受けるぞ。止める。相手は本気だよ。この辺りは忘れず帰る。では一石儲けてもらおうか。わかった、考えておくよ。確実についてる。
なんか機嫌いいな。こたびも刺激的な旅であった。今日は屋根の下で休めそうね。バカな。うん、やれやれ。ふう、誰かが呼ん…出るような…俺たちに用がある…ゆっくり休んでくれ。腹いっぱい。少し動きにくいな。次のご飯はいつかしら。うん、献立を考えておくべきだ。やれやれ。はて、いいのだろうか。彼らとも分かり合えると言ったのは。君だろ。そうですが。何にせよ、これが最後の。こいつが超究極のズーグルか。その名に恥じぬ様相だが。あの研究者たちに一泡吹かせてやりましょう。アンビルトラブラケ、抜かない。
集中して狙ってみよう。かの者を死の淵より呼び戻す。また気をつけないでやろうか。ここまでだ。マジンケル頑張れ。ドタキヨネ来ないよ。ニューハイム走破中央陣マジンケル砲が倒せるか。ケルト倒れろ。あらかげろ。素晴らしい奏でだ。動きが違うな。気をつけろ。尋常ではない力だ。先生さん、カッカー決めつけられとる。魔人剣ポーラ。魔人剣ポーラ。おいおいは開けるぞ。インプラクトで動く意識。魔人剣のなら。カッカーの元気やっとるわ。
手に乗ってひとっ飛び。だったらよかったのに。今日は屋根の下で休めそう。彼らの頭脳、ダナの発展に。してもらおう。こんなところで人材確保とは。そうだ、シオン。今日の。ロー。相手になってくれるか？あのさ、アルフェン。どうした？改まって。リンウェルってさ、時々撫でてやりたくならないか？ロウ？あ、変な意味じゃなくて、なんていうか、あいつ生意気だけど結構頑張るだろ？そういうの見てるとさ、ついそうしてやりたくなるっていうか、俺がおかしいのか？ああ。いや、わからないでもないさ。リンウェルは妹みたいなものだし。だよな、だよな。けどあいつ下手なことすると魔法が飛んできそうだしさ。それでなくてもフルルが襲ってきたりするしよ。まあ相手がどう感じるかは別問題だしな。お互い善と頼んだな。アルフェンもフルルに襲われたのか？いや、俺の場合はイバラが。イバラ？イバラが出る魔法なんてあったか？なんかシオンみたいな。ん？あれ？ほら、フルルはきっと家族を取られるような気がして不安になるんだと思うんだ。まずフルルと仲良くなるところから始めてみたらどうだ？そっか、さすがアルフェンだ。俺頑張ってみる。ローが鈍感で助かった。明日も張り切っていこうぜ。気力全開。さあ行こうぜ。